はい、皆さんこんにちは、マサコーチです。はい、今日の技術技は、日片、まあ、片面にしか貼ってないこう日片の、バックドライブです。はい、でこれバックドライブ結構こう日片の人ってこうフォアハンドはやっぱね練習したりやっぱ強いイメージだけど、どうしてもやっぱバックが触れないとかバックドライブ打てないとかハーフボレーとかいろんな部分でこのバック この積極的なプレー攻撃力、そういった部分が欠けるっていうイメージがすごく強いです。あの裏面張ってドライブ打つだったりシェイクに変えてバック振っていくっていう風なことが、まあ、効率的にはいいのでそちらの方にこう流れていったりそっちの方がいいのかなとかって思ってしまうこともあると思いますけど、まあ、実際日片でもバックドライブっていうのはあまあ簡単にできます。どうやってやるかっていうとこうラケットをぐるっ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 て回すような動きは一切しません。骨を回していくような動きってこの骨をこうくるくる回すような動きっていうのは一切ありません。このバックドライバーヘッドを斜め下に向けます。でそのまま上げる、そのまま上げる、このグリップの方向に上げる。いいですか、こうじゃないですよ、グリップの方向に上げる。バックスイング大きく手で使っちゃうと振り自体が大きくなってブレやすいです。なのでバックスイングは腕では取りません。バックスイング腕では取りません。いいですか、準備段階ですね。ボールよりラケットが下に入ればいいのでこう軽く体勢、まあ膝を使ったり腰を使ったり、まあ、上半身うまく使ってラケットをちょっと下げます。タイミング合わせてグリップから上がっていく。この時に回したりとか手首クリーンみたいなそんな一切ありません。いいですか、そのまま上げる。日片のバックドライブ誰でもできます。はい、動き的にはもう全然スイングの動きはもう全然小さいです。だけどしっかりとしたバックドライブが成立しています。日片の皆さん試してみてください。日片のバックドライブ、マサコーチでした。バイバイ。